バルター・シェール、バルター・シェール、ワルテル・シール、1919年7月8日から2016年8月24日は、ドイツ、西ドイツの政治家。第四代連邦大統領、在任1974年から1979年。その他経済協力賞、1961-1966年、副首相権外相。 1969-1974を歴任。1968年から1974年までは所属する自由民主党 FDP の党首も務めた。1969年の連邦議会選挙後には FDP がキャスティングボートを握る立場を生かし、戦後初めてドイツキリスト教民主同盟、セティオ野党に引きずり下ろし、ドイツ社会民主党、 SPD が主導するビリー・ブラント政権の樹立に関わるなど、西ドイツ政界の影の主役でもあった。ゾウリンゲンの生まれ、父親は車輪作りの職人、家庭はプロテスタント。1938年アビトゥーアに合格し銀行で修行を始めるが、翌年徴兵され、ドイツ空軍に入る。1945年まで第二次世界大戦に従軍し、 最終階級は注意。戦争中の1942年に結婚し、一時を設けている。この間シェールがナチスに入党していたか否かは議論があり、戦争末期に入党したとも入党していなかったとも言うが、証拠となる記録が残っていない。シェール本人は入党を否定し続けつつも、大統領任期切れの直前に、 入党志願書が届いていたことを認だが、結局入党したい中について、明言を避けている。戦後は、政治活動の傍たわら、1953年まで、企業の経理係などをしていた。1946年、自由民主党、FDP に入党した。その後、1948年には、国境造林間市の市議会議員に初当選し、1950年には、 ノルトラインイコールベストファーレン州議会議員に転じた。さらに1953年にはドイツ、連邦議会議員に初当選し、連邦大統領となるため議員辞職した1974年まで、連邦議会議員に連続当選した。1954年に州の党執行部に入り、1956年からは連邦の党執行部に入った。この年、ノルトライン、 イコールベストファーレン州政府では、キャスティングボートを握る FDP が、連立相手を、ドイツキリスト教師同盟、セディから、ドイツ社会民主党、SPD に変えたために、政権交代が起きたが、シェールは、いわゆる、青年トルコ党と呼ばれた、党若手グループの一員として、これに関与した。これに反対するグループが離党して、自由国民党、FVP を決闘する騒ぎにもなった。 同年欧州議会議会員を、兼任、1961年まで海外協力問題委員会委員長などを務めた。1961年の連邦議会選挙で成立した第四次アデナウアー内閣に連邦政府の経済協力省として初入閣した。しかし翌年起きたシュピーゲル事件でアデナウアーに抗議して他の FDP 閣僚と共に辞任した。 問題視されたフランツ・ヨーゼフ・シュトラウス国防相をアデナウアーが更迭したため12月に内閣に復帰した。アデナウアーに代わるエアハルト内閣でも引き続き入閣していたが1966年に予算案をめぐりセディと FDP が対立すると他の FDP 閣僚と共に辞職、エアハルト政権を崩壊させた。 旧下田セは SPD と大連立を組み、FDP は野党になった。1967年から連邦議会副議長、1969年まで、1968年に FDP 党首に就任、翌年自由主義インターナショナル副議長になった。1969年の連邦議会選挙で SPD が躍進すると、キャスティングボートを握る FDP は、 ビリー・ブラント率いる SPD と連立政権を樹立することで合意し、戦後初めてセリを野党に引きずり下ろした。FDP 党首であるシェールは、ブラント政権の副首相権外相に就任した。1970年には、西ドイツ外相として、初めて1965年に外交関係を樹立したばかりのイスラエルを訪問。また、シェールは、ブラント政権の 東方外交の責任者として尽力し、ブラントと共にデタントの父と呼ばれた。ところが、東方外交はセティに激しく攻撃され、シェールも防戦に努めたが、連立与党からの離党者が相次ぎ、ついに1972年の秋には内閣信任案が連邦議会で否決される事態となった。このため、ブラントは、グスタフ・ハイネマン連邦大統領に、 連邦議会の解散を提案し、同年11月19日に総選挙を行った結果、SPDFDP の連立与党がセグに勝利し、ブラント政権はようやく安定を取り戻した。ブラント政権は総選挙の勝利を受け、同年12月21日東西、ドイツ基本条約に署名し、西ドイツと東ドイツは相互に主権国家として承認し合うこととなった。 しかし1974年5月7日に、ブラントは、ギオーム事件の責任を取って辞任したため、シェールは次の首相が決まるまでその職を代行することとなった。奇遇なことに、同時期、連邦大統領を選出する連邦会議が行われていた。SPDFDP は共同の候補として、シェールを立て、対するセディは、リハルト・フォンバイツ・ゼッカーを立てていた。 5月15日に行われた投票で予想通りシェールが選出された。その翌日、連邦議会においてヘルムート・シュミット、SPD がブラントの公認の首相として選出された。これと同時にシェールは閣僚、副首相兼外相及び連邦議会議員、FDP 党首の職を辞任し、7月1日に宣誓式を行って連邦大統領に就任した。 シェールは2日間、一審で首相代行と次期連邦大統領を兼ねていたことになり、これは異例の事態であった。連邦大統領として外遊9回13カ国を訪問し、1978年4月には日本を訪問した。1976年には平役危機者に対する思想審査を廃止する法案への署名を、 連邦参議院の可決が必要であるとして拒否しこともある。1979年の連邦大統領選挙には、セギが議会第一党になっており、再選の見込みがなかったため出馬せず、一期で連邦大統領職を終えた。連邦大統領経験者が退任後に定職に就くことは禁じられているため、彼はそのまま年金生活者となった。退任と同時に、 FDP 名誉党首。1980年から1985年のビルダーバーグ会議議長など、数多くの名誉職を経験した。名誉博士号多数、ドイツ連邦共和国厚労勲章特等大十字賞受賞。晩年、認知症を患っていたシェールは、の、老人ホームにて、2016年8月24日に、死去。 最初に結婚した妻、ファト一男を設けるが、結婚24年目の1966年に、彼女は病死した。1969年には、ミルトレート夫人と再婚し、カズメを設けた。その他夫妻には、夫人の娘とボリビアから養子に迎えた男児がいる。ドイツガン患者支援協会を設立した医師でもあった。彼女は、1985年に死去した。 1988年にスイスでリハビリ科と精神科の委院を開業していた医師バルバラ夫人と結婚2001年から夫妻はベルリンに住んでいるシェールはドイツ民謡を歌うのが得意で1973年にレコード黄色い馬車に乗ってを出した歌う大統領としても有名この曲は1974年春までに30万枚以上を売り上げ 同年ドイツのヒットチャート5位にまでなった。2006年にも出演したテレビ番組で歌声を披露した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。